ウミガメの保護活動を行っている道の駅紀宝町ウミガメ公園では、6月にアオウミガメの産卵を確認。そして産卵から54日目の今日未明に孵化し、施設ができて30年で今回初めて待望のアオウミガメの赤ちゃんが誕生しました。来園した家族連れは生まれたばかりのウミガメを珍しそうに眺めていました。終わると思わなかったんで、結構来れてラッキーです。